皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。実力テストで国語の点が取れない、こういうタイトルでお話しします。定期テストだといつもいい点取れるんだけど、実力テストになると点取れないんだよね、やっぱり読解力がないのかな、このように悩んでる人かなり多くいます。勝手に読解力がないなんて決めつけないでください。そうすると実力テストだと点が取れなくて当たり前なんてことになっちゃいますからね。じゃあ実力テストで点数を取るためどんなことがあるのかなというお話を、この2つのテストを比べて考えていきます。まず定期テスト、定期テストではテストの範囲がありますよね。これ何ページから何ページまで、ね、教科書の何ページから何ページ、または問題集の何ページから何ページ、とこんなふうに範囲が出ています。そしてその範囲って学校の授業で勉強していますよね。教科書の中の物語とか説明文、問題集の同じもの、これは勉強すでにしているわけです。ですからテストに出る文章というのは何度も接していて、内容をある程度理解している、そして授業をしっかり受けて学校で使っている問題集とかプリントの勉強、これでテスト勉強すればある程度の点数は取れるわけです。これに対して実力テストに出てくる長文、これは初めて見る文章で内容何が書いてるのか、ね、テスト問題を開くまでわからないわけですよね。だからあらかじめその文章のテスト勉強できるっていうことはないんです。じゃあ初めて見る文章だから読みながら内容を理解していかなきゃならない、これって大変でしょ。だから内容を理解するためにちょっとしたコツがあるんです。それは何かっていうと、ヒントをつかんでから文章を読む、ヒントをつかんでから文章を読む、こういうことなんですね。それってどういうことかっていうと、文章の内容を知るヒントというのは質問の中に実はあるんですよ。もちろん質問には文法的なもの、漢字なんかもありますけれど、その長文の内容について問うもの、こういうものは必ず入っています。ですからまず質問文、その中の長文の内容について質問しているもの、ここを先に読むことで文章どんなことが書いてあるのかって想像することができるんですよね。つまりヒントをつかんでってことは、質問文の中からその内容について質問している部分をつかんで、それから想像しながら、そのことから想像しながら、こんなことが書いてあるんじゃないかなって想像しながら文章を読んでいくと。そうすると頭に文章何が書いてあるかって内容が入りやすくなります。当然正解にたどりやすくなると、こういうことが言えますよね。ですから実力テスト、初見の文章を読むときにはまず質問、この部分を読んでヒントをつかんで、それをもとにして長文を読んでいくと、こういうことで正解、これにたどり着く確率が増えるということです。今回は実力テストで国語の点が取れないというタイトルでお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。